今年度のですね、はい、補正予算、今日概要の話題でございましたけれども、はい、概要の評価をお願いします。まだ内容についてご説明を伺っておりません。10時半ごろから各国にご説明に来られるという話でありますので、まあそれを受けたまえたいと思います。まあ、いずれにしても、もうここまで来れば早く決定の内容を示すということが重要なのであって、それに先立って、何をご説明されるのか、またその閣議決定をなぜしなければならないのか、まあ、この辺も今までの決め方とは違うという気がいたしますが、まあ、ご説明はお受けたいと思います。先ほど予算委員会の筆頭官協議やってまして、民主党側が小沢さんの政治とカネの問題に対して、はい、政治倫理審査会でどうかという話があったようなんですけれども、はい、自民党側は、まあ、もう承認可能ということで拒否したという話です。代表はこのことに関してどのように思っているでしょうか。我々はやっぱり承認可能を求めているわけであります。ですから民主党側がそれに対してどう対応するのかというのは、まず民主党内小沢さんの意思もしっかり確認した上で、きちんとした回答をもたらすべきだと思います。まだそこが必ずしも明確にはなっていないのではないでしょうか。今求められていることは、まあ、ご本人の説明責任、当事者の説明責任と、その当事者の所属する政党の事情能力の発揮、これが長い間果たされてこなかったわけでありますが、果たしてそういう能力があるのかどうかも問われているわけであります。したがってもうこの段階ではそれを発揮する責任があるということを言わざるを得ません。そしてそれを満足するような対応がなければ、国会としてこの自浄作用の発揮ということが求められるわけです。それは野党の当事者になるわけでありますから、まあ、この国会の自浄作用を発揮する、あるいは自浄責任を尽くすという大きな責任のもとで、この民主党の回答がどういう位置づけになるのかということを判断をしていかなければなりません。最終的には立候補として国民の皆様にこの事業債を果たしたという結果を出すことが重要だと思っています。確認ですが、公明党としては小沢さんの承認喚問を今後求め続けるということでよろしいでしょうか。これは公明党としては承認喚問を求めるというのが重要です。大丈夫です。はい、国民政令審が実現するという会になったとしても、はい、それへの賛否、それはどういう形でどう実現するのかもまだわからないわけですから、まず民主党がしっかり固めて国民に示すことです。それは信じることも含めて、この民主党の対応を見て我々は全体を判断しているということです。でも公明党は承認判断を求めている中で、はい、まあ、民主党内では政倫審で調整を取ることがあるんですけれども、政倫審だった場合というのは、それはその事情作用を果たしたことにならないんでしょうか。これはそれだけで事情作用を早くに発揮したということになるかどうかはまだ分かりません。我々としてはその民主党の責任をどう果たしていくか、そしてまた国会としての事情作用をどう発揮したか、この流れの中で一つ一つの対応というものを評価しながら進めていくということで、我々は今承認喚問がそれにふさわしい方法であるということを思っているということであります。これは問題ですが、はい、内閣の実態を実態するのですが、そうしたように同じ提示もありました。それについてはお願いします。昨日も申し上げましたが、この総理の立場にあった鳩山さん、総理に就任する前から総理経験者が退任後も政治的に影響力を残す、発揮することはよろしくないとおっしゃってたわけだ。そして自ら総理をお辞めになるときも同様のことを繰り返し、そして次の総選挙に出馬しない
ということを明言されたわけですね。ですから自らの信念がもともとあって、そしてそれを裏付けるために、身体について明言をされたわけです。そういう重要なことについて前言を昼からにするということは、もう政治家としての信頼を失うことであります。自分が残ることが民主党のためになるということをおっしゃってたようでありますけれども、かえってその民主党の信用をなくし、そして政治家としての信頼もなくすると、その後の政治行動はそうした国民の厳しい批判の目にさらされるということをしっかりと自覚すべきであると思います。ちょっと先ほどの話に戻るんですけど、はい、もう成人式になった場合、それだけで自由採用したことになるかどうかはまだ分からないということですが、はい、仮にその成人式の承認勧告であるゼロ回答だった場合というのは、これは補正の審議は難しいという話ですか。まあ、それをこれまでは直ちにその補正の審議と絡めて申し上げてはきませんでしたけれども、しかし、全くここまで大きな課題となる、この開会後の1ヶ月近く、この問題を主として議論してきたにもかかわらず、何の積極的な姿勢も示さないということであれば、むしろこの国会としての自浄作用を発揮するということの方が、主要な課題になりうる課題に、我々国民からそうした責任を求められるということになる。国会としての自浄作用の発揮というのは、つまり承認勧告は前回の原則だと言われていますけれども、どういった対応を指すんでしょうか。それはもちろん民主党が自身の自浄作用を求められているわけですから、まあ、それを強く国会として要求していくということで、それを拒否するようであれば、それは民主党のその政治性というのが改めて、国民に国民に対して、正義がないということを、まあ、はっきりしていくのではないか。公明党の対応としては、ゼロ回答だったので審議拒否を持たないためという、そういうことでよろしいですか。審議拒否というのではありません。国会として自浄作用を発揮するということが主要課題になるということです。まあ、すみません、はい、今日自民党が財政健全化責任方針をしますけれども、まあ、全国会で大幅な趣旨はないようなんですけれども、その中身についての評価と、今後その自民党としてはその補正審議の条件にするというような動きも見せてますけれども、そういうやり方についてどのように思われますか。自民党の財政健全化、財政健全化もですか。まあ、財政健全化法については我々としても議論の余地があると思っております。それに対して自民党がその補正の審議理由の条件にすると、いうやり方については少し理想が違うのではないかと思いますね。財政健全化というのは中長期的な課題でありますから、この緊急性のある補正に対してどう対応するかという判断の前提にするということは、そういう構えが少し大きすぎるというふうに、大事な課題でありますから、これを総括にはできないことでありますけれども、それを補正の前提にしていかなくてこれを動かないという姿勢については少し慎重な間も必要かと思います。ゼロ回答だった場合は国会としての自浄作用が主要な課題となるということと、その補正の審議に入る入らないかというのは、まあ、この段でもまだ考える必要があるというのが考えられます。それは観念としては違うテーマですけれども、しかしむしろこの政治とお金の課題、そして具体的な承認勧告等の提案について対応を拒否しているのは与党のことです、ね、そのことをしっかり与党として自覚すべきであるということであります。それに対して何の
政治とお金に対する支援について対応しない、拒否している。それで政府与党の側の言い分だけを議論しようということの方が、あまりにも政府与党のご質問を言わざるを得ないと思います。そう考えるとやっぱりゼロ対応だったら審議入りはちょっと難しいのがあるとしても超えてしまうんですけど、これは与党としてやめることもあるじゃないかという評価が強く思っています。長くゼロ対応が一歩進んだなんか対応が向こうからないと、こちらとしてもあまりそのご都合主義には乗れないという、それは当然のことだ。はい、その議場席、国会としての議場責任が主要課題となるのを、まあ、強く要求することだとおっしゃられましたが、これまで野党として2回も承認、野党7党が一つになりますけど、承認喚問要求を政府与党に突きつけていますけれども、これを改めて行うということですか、強く要求する、強く要求する、どういう形で強く要求されるんですか。いや、それはこれから、これまでもずっと要求しているわけですから、政府与党として政治に対応せよということを迫るという、そこで何の前進もないということは、やっぱり国民からお叱りを受けるんじゃないでしょう。その一つの表れがこの間の補選の結果だったんじゃないでしょう。そしてこの政治と金の問題は長く重要な政治課題の議論を妨げてきたんじゃないでしょうか。その自覚があまりにも今の政府与党に乏しいということを国民が厳しく批判しているわけでありますから、そのことを忘れて、政府与党の総合主義の支援ということは国民は納得しないと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。